はい、行きます。今日は完璧に車に負けるよ。だからこれを落としてもいいけど、一回ここでこう盛り上げてきちんと幅を取るとか、で切り始めて340が切ると、そのそこから一般走だるくに切り替えるところにちょっと段付き残っちゃったりがね、あのラジエで風を穴開けるとこう逃げていっちゃうから、本当は閉じたいんだけど、でも邪魔って砂かむじゃん、砂かんだら穴開けとかないとその砂が抜けないのよ。今日はですね、少し大きめ の最近新しく出た SUV ってことでいろいろ乗らせてもらいました。まずジャガーですよね。乗り味としてやっぱりイングリッシュなんですね。 BM やベンツがどっちかとシャキッとこうしっかりしてダンピングの効いた綺麗な車作ってくる。それに対してやっぱりこのジャガー、どっちかっていうとボディはしっかり作るけど足はしなやかに動かして、むしろ車と人を一体にするみたいな全く違う味付けでくる。ディーゼルエンジンもすごくレスポンスがいくて、ピークパワーはないんですがどこで踏んでもレスポンスしてくるっていう、すごい使いやすさがありますよね。まあ強いて難点を言うとフロアの振動ですね。1600回転から2000回転という一番日常使うところで足元とシートがトリプルブルブルこう震えてしまう。それあとはブレーキですね。逆にしなやかで動くからブレーキを踏んだ時に前にばっかり行っちゃう。そうすると動く分だけ後ろが持ち上がっちゃうんですね。じゃあボルボの90、これは乗った瞬間まずびっくりしたのはボディの反りとかですね。乗ってみてどこにも遊びがないんですね。特にフロントエンドのボディの反りとかっていうのは素晴らしいです。ですから横置き FF の四輪駆動なんですが、このボディの剛性の素晴らしさって、ちょうど FF テープ R の1週間ぐらい、むしろ硬いバネを使ってダンパーの規制を緩くしてソリッドなボディとうまく動くタイヤと新しいテイストで乗りやすい車になってます。ただやっぱり2リッターターボでこの大きさのボディになると全体のギア比がちょっと低いですよね。山を走るならいいんですが、街を走るとちょっと辛いかなと。それからやっぱりリアの足がもうちょっと、まあ、動かしすぎるセッティングのために、この車高が高くて後ろがちょっと重い車になるとふにゃっふにゃっていう、どうしても収束が悪くなる。それからインテリアも普通はこうドアからインストを今一体にするっていうのはトレンドなんですが、逆にインストを逆スランプで、インストだよドアだよ全く切り離して独立した新しいインテリアのデザイン、こういうことやると実は一個一個の素材がすごくよく見えるんですね。じゃあランドクルーザー、この車中近東の砂漠に行くとまるで神様に見えるんですね。実は車もよーく見ると砂の中を走ったり泥の中を走ったりするときにいいよ、ものすごく細かいところがきちんと設計されている。ストロークの長いサスペンション、それから余裕のあるドライビングポジションやインテリア、実はこれは今度ラグジュアリーにもつながってくるんですね。この車乗った瞬間イメージができるのはクラウン、やっぱりクラウンが同じような味付けでやっぱりすごくバランスが取れる、だけどしなやかでよく動く足っていう、まさしくこういう風な車だっていうのが再認識させられた今日の心情でした。